新年明けましておめでとうございます。皆様、旧年中は大変お世話になりました。本年も何卒では1軒目、田村神社日曜市神社なんですけども、日曜日しかオープンしてないっていうところですね。オープン時間も6時頃でね、アバウト。これは行ったら閉まってるパターンが多いんですけど、さあどうなんでしょうか。お、田村神社、ここか。もう立派な鳥居さんがごっついな。はいはい、なるほど。ここにエベスさんらしきものがいてありますね。シャッターがね、閉まってるっていうことが。予定変更で空海坊さんに来たんですけど、なんとオープン9時からになった。ちょっと待てよ、6時半からやろ。ギフト、酒目が見えん。いけるんじゃないか。野菜天かましょう。海坊さんでした。ごちそうさまです。オープンまでね、少し待ったわけなんですけども、外にトイレがありますんで、待つにしてもありがたいですね。麺もね、相変わらず美味しいですね。水にね、特徴があるんですかね。もっちもちでね、美味しかったです。明るくなってきたね。2軒目行こっか。次は山吉さん。ここからね、26キロぐらい走りますよ。動画的にはね、新年なんですけど、ゴリゴリの年の瀬ですんでね、今回のね、目的の一つである108回むせたろうまでね、煩悩の数だけ、お付き合いよろしくお願いいたします。万能町入りました。山川寒い。讃岐うどん山吉さん到着。なかなかの寒さでね、足がチンカチンカですね。足って言ってもね、ニーとかね、カーフじゃなくてアンクルとかね、ヒールとかトーですね。トーといえばね、トーキックといえばね、長州力ですよね。何これだったここら。おんたま醤油。醤油。はい。おんたま醤油。はい。はい。400円でございます。はい。はい。ちょうどいただきます。ありがとうございます。醤油かける卵。あ、
讃岐うどん山吉さんでした。ごちそうさまです。びっくりしました。食べ終わった後にですね、店の方にね声かけていただきまして、動画撮ってあったんで声かけさせてもらいましたという形で、お忙しい中どこかにね動画をアップされるのかなと思って声をかけてくださったそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この間もですね、香川県 YouTuber のヤグタウンさんが来られて撮影をされたみたいなんですけども、動画とかね写真を撮られる方が多いっていうことで、動画をねアップしますって言ってくれるらしいんですけども、その動画をね見つけることができないらしくて、そんなこんなで声かけていただきまして、名刺とステッカーとお渡しさせていただきました。ヤグタウンさんがね、ちょっと調べてみよう、調べてみよう、ヤグタウンさん調べてみよう。ヤグタウンさんまさかの元ブロガーさんなんですかね。あー、なるほどなるほど。2.52 万人登録すごいですね。毎日20時讃岐うどん紹介、日曜日は番外編香川グルメ。おお、特化されてますね。香川県に特化したチャンネルで、概要はうどんやってますシンプル。登録、チャンネル登録しておきましょう。すいません、私はね2000人ちょっとのですね、弱小 YouTuber っていうか、なんちゅうかですね、なんちゃってですけどね、微力ながら讃岐うどん山吉さんの動画上げさせていただきます。すごい綺麗な店内ですね。気さくな従業員さんと、従業員さんも YouTube は結構好きでよく見られるということでした。見ていただいてますでしょうか。ごちそうさまでした。またお伺いさせていただきます。次お伺いするときはですね、ぜひお店にサインをね置かせてくださいって言われるぐらいの動画配信さんにね、慣れないな、慣れないです、すいません、慣れません。頑張ります、頑張ってます。いやでもめちゃくちゃ優しい方でしたね。うどんも美味しいですし、人も温かい。さっきまでね寒かったんですけどね、入る前はねアン君が2位が当がみたいな話、ね、してましたけどね、今もうボカボカですわ。店の前で何こらとか、なんか長州のね真似なんかしたりで、タコこら、すいません、手打ちうどん一夜さん到着。失格うどん、こちらになります。どうぞ。はい、ありがとうございます。430円です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以前食べた失格うどんとはまた違いますね。おいしい。これはあったもん。しかもボリュームがすごい。ねえ、一夜さんでした。ごちそうさまでした。しっぽくうどん具沢山でしたね。体がねぼっかぼかになりました。まあ冬季限定でねしっぽくうどんがありまして、しっぽくそばとも書いてましたね。年配の方がねお店を切り盛りしてる感じでして、店内もね落ち着いた雰囲気で、ね、年季が入ってるお店結構好きで、綺麗すぎるお店ってね入りにくくて、歴史があるようなねすごい味があってね、でこういうね何年経ってんねんっていうようなポスターがね貼ってあるんですよね。こういうのを見るとね、歴史というか長年やってきたね、いろんなね想像をね書き立てて書き立てさせて、3杯いただきまして、次4軒目ですね。準備運動ぐらいにはなったかなという感じですね。さあお次はですね、漢字の海に侍と書きまして、海事、何かを彷彿させますね。これも冬季限定なのかな。さあ何のうどんでしょう。あ、こっちか、ここだ、カイジ。あ、これなんか絵馬も売ってるって言ったかな。頭が良くなりますように、素晴らしい願いだ。はい、何しましょう。かきバターうどん。はい、小中大だし。小で。小で。ちゃんこのせしましょう。え、2、4、6と増やしていきます。4。4。はい。かきバター小4個のせ。小の4個のせでーす。110円になります。バターが濃
くいかなと思ったけど美味しいですね。出汁が多いんで想像より食べやすいですね。カイジさんでした。ごちそうさまでー。美味しかったなー。すーごいメニューが豊富、めちゃくちゃある。今回はかきバターうどんをね目的で行ったので、他のメニューには流れないようにしたんですけど、一番流れそうになったのは豆乳うどん。今ね基本的にはね豆生活してますんで、豆乳うどん食べたかったな。豆乳うどん108つの煩悩、今回ですね108回むせるってことだったんですけど、ちょっとねむせれなかったっすね。と言いますのも、お盆をね置いた瞬間にね三脚が倒れちゃいまして、普通に倒れるだけだといいんですけど、綺麗にね水にヒットして水がじゃじゃ漏れになるっていう。カイジのスタッフさんすいませんでした、余計なお仕事をいたしました、反省してます。次は5軒目ですね、メイチさん。ここもですねちょっと変わった麺になっております。どんな麺でしょうか。ちょっと過ぎるところだったぜ。メイチさん到着。10分ぐらいかかるけど、大丈夫です。ぶっかけ、熱い方で、超で、というわけで紫芋を練り込んだうどんでございました。麺にねほんのり甘みがあるんですよ。まだまだね見える景色、まあ、山田んぼがですね非常に心穏やかにうどんをね食べれる環境でございますね。いい感じにね色あせた本がね並んでおりました。ポスターと同じでね色あせてる感じがね非常に素敵でしたね。さあ次は6杯目ですね。 JR の宇多津駅に来ましたね。塩釜屋あた到着。塩釜屋さんでございました。ごちそうさまです。ここはねカレーうどん食べに来たんですよ。結果食べたんですけど、メニューをね3回見直してもねカレーっていう文字が一つもね、私が見てるね教科書には書いてるんですよ、塩釜カレーが楽しめると書いてて、普通のカレーライスなのかカレーうどんなのかそれは分からなかったんですけど、もうカレーライスやったらライスでもうそれはありかなっていうことで店員さんに聞いてみたところ、あります、カレーうどんできます、でこれ乗ってないけどって言ったら、できます、なぜ乗ってないかは分からなかったんですけど、はい、では6杯食べたんですけども、いいの具合はねまあそろそろ頃合い一歩手前かなっていうところですね。最近リニューアルした道の駅をね覗きに行こうと思います。道の駅滝の宮、おうどん会館、うどんといちごの里ハーマー、チウリンジャーどこですか、ヤドンマンホール発見、これかな、二輪とは書いてないけど良さそう。
道の駅滝の宮でした。いちごとうどん、いちごがねえぐいぐらい押してますね。でその辺にね、あのいちごプリンあります、あのいちごプリンって言ってるんですよ。どれと思って、どのいちごプリン。いちごの加工品はね若干苦手なんですが、これを帰りのフェリーでいただきたいと思います。もう着くな。ただね、7時16分。どこ？到着しましたよ。そんな店はない。シーマーアーマーアーフッ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 。よーろーしーくおーねーがーいーいかしーまー。本年もよろしくお願いいたします。